女優の今田美桜が、10日発売の AR 3月号の通常版表紙に登場。スノーマンの目黒ハスと気まずくなったエピソードを明かす。今田美桜 AR 通常版表紙に登場。今号の表紙には、女優として CM ドラマ、映画で活躍中の今田が登場。表紙カットは、撮影中ふわっと吹いた風で前髪が揺れ、思わず撮影現場が、エモい、と湧いた一枚となっている。バル、特集は、今田美桜グランプリ、と題し、キリッとした大人の表情からハートマークを作ってお茶目な姿、透明感あふれる美肌の拙者まで、様々な今田を放出。読者に募ったたくさんの質問にも直接アンサーした。今号はラブ号ということで、8ピースにわたって進化を続ける彼女の最新の、好き、や、推し、を公開。推しの運動は、ピラティス、で、鎖骨が出たデコルテや、アキレス腱の出た足、にするために頑張っているそう。バル、その他にもコンプレックスをカバーするメイク、最近作って美味しかった自炊メニュー、お風呂タイムの話まで、日々の努力の積み重ねあっての美しさだと思わずに入られない読み応え満載の内容となっている。今田美桜、目黒ハスと気まずくなったエピソード明かす。3月17日公開の話題の映画、私の幸せな結婚では、おとなしく内気な女性の役で、元気で活発な役が多かった私にとって新境地でした、という今田。旦那様役を演じた目黒は、真面目で丁寧な人、という印象だったそう。互いに奥手な役という設定もあるので、距離感を保つようにしていたそうで、控え室で待機していた時にお互い喋らなくて沈黙が続いて、気まずいですね、ってなりました、わら、というエピソードも明かしている。特別版表紙は吉野北斗。今号の特別版表紙は、吉野北斗、ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブ、その他紙面には、指原莉乃、ザ・ランページ、木俣翔也、ジョー一が登場する。